僕の思いをあなたに届けたくて、そっと記憶の扉を開けて I've seen for you あなたが大好きだよ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。歌う投資家投資系 YouTuber のラジオエイジです。6月21日金曜日、時刻21時37分を回ったところです。ラジオエイジの夜トレ歌日記、夜トレ。今日のテーマです。アメリカ株買ってみたよ、アメリカ株買ってみたよ。アメリカ株を買ってみましたということで、今日はお話ししていこうかなと思っております。その他、いろいろ話題をお届けしていきたいと思っております。今日本当はね、もうちょっと早くに始める予定だったんですけど、9時ぐらいにね、もうね、録画スタートしたんですよ。スタートしたっていうか、しようっていうか、もうスタートの準備万端で、スタートするぐらい、いや、したそれ、だけど、なんかね、今作っている歌があってですね、その歌を完成させたいという気持ちがすごく強くて、で、今途中なんだよね。で、それをどうしても完成させたいっていうのがあって、それが、そっちの方が強くなっちゃって、困ったもんですねそれで、それ作ってました。でそれがね、すごい高いところの、声を使ったりとか裏声を使ったりする曲なんですね。で裏声ってね、結構声帯に、負担がくるんですね。それで今だから裏声で、高い声を、持続して「うー」っていうような声を出してたんですけどそういう声を使う曲なんですよ。で、それで、ちょっと声が枯れてしまいましたけど、今30何分、それに集中してて、9時ぐらいから。で、大体できたんだよね。もう何回か歌ってみないと、ちょっと確定できないんだけど、大体できたんですけどね。まあ、ちょっとこの歌を、この夜トレ歌日記で歌うかどうか、ちょっとまだ決めてないんですけど、歌ができましたと。大体できましたっていうね。まあ、最近の歌ってさ、あれなんだよね。短いんだよね。で、イントロがない、感想もない。で、短く、大体3分にまとまるっていうのが普通、今の歌なんだよね。昔は5分の歌もあったし、僕の、例えば、君のそばになんかはフルバージョンの、YouTube に上げてある昔のバージョンなんてね、イントロだけで30秒ぐらいやってんだよいや、イントロだけで30秒とか40秒ぐらいあるんじゃないのあれ。タタ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 タ始まってさ。で、あれが昔の作り方だったんだよね。今もああいう風に作ってる人もいるんだけど、まあ大体、イントロはなし。で、感想もなかったり、まあ、とにかく2分半とか3分にまとめるのが今の歌の作り方でして、で、今作ってた曲も大体3分ぐらいかな。で、だから僕が歌ってる曲って大体3分。で、君のそばにはちょっと長いけどね。で、大体3分ぐらいの歌を今作ってるんですけどね。まあ、For You なんかは3分もいかないけどね。オープニングの。で、それが大体できましたということだったんですけど、それちょっと開始が遅れてしまいました。で、ちょっと声がね、ちょっと枯れてしまいました。大丈夫かなで今日ね、昼間からね、それずっと作ってて、で、それって高い声でずっと歌うやつなんで、だからすごい声に負担が来ています、今。でもまあ、かぶちゃんの、願い歌ったしね、まあ一応歌えたしね、だから今日も、まあ、2曲3曲2曲ぐらい歌うつもりですけど、多分歌えるとは思うんですけど、投資の小ネタにラジオエイジの歌と日記を添えてお届けする動画です。 FM ラジオみたいにしたい、で、今日は投資を兼ねたアメリカ株を買ってみたっていうね、そんな話です。アメリカ株、買ってみましたよ。で、今日はね、サブチャンネル見てくださってる方に、特別、僕の、まあちょっといろいろ考えたんだけど、僕のまあ口座のね、もう本当に、お金が見えるところも見せちゃおうかなと思って。マジで。で、見せちゃう。で、2024年末までには、こんなことをやるっていうことで今やっておりますけど、今日の歌日記、投資の小ネタ、今週の歌、週刊送り日記お便り紹介コーナー、エンディング。エンディングを今日、君のそばにして、金曜日はね、いつもそうですけど、で、今週の歌は雨が降るからにしようかなと思ってます。まあ今出来たての曲をちょっと歌ってみたいなっていう気もあるんですけど、これはちょっとまだ、完成してない、大体できたんだけど完成してないんで、やっぱり完成してからじゃないとね、あれ前と違うじゃんって言われちゃったりするからとか、いろいろあって、ちょっとこの歌を歌うかはちょっとまだわからない。これね、だから、歌の今作ろうと思ってた、順番とは全く違うところに割り込んできた歌なんですよね。今だから、いくつか何曲か歌おうとしていて、それが今だから既存の曲でね、3曲4曲ぐらい、こう復元というかね、復活っていうか、リメイクっていうかする曲はあるんだけど、それとはまた違う全くの新曲が1曲できてしまったわけです。ということでやっていきますけど、今日は、アメリカ株買ってみたっていうことでね、どんな風に買ったかちょっとね、もう見せちゃいます。本当いいのかなこれ。個人情報が入ってないから大丈夫だよね。これだけでね、僕の本当の、FX 口座でして、本当の FX 口座なんですよね。だから、見せていいのかどうか、ちょっとためられる部分はあるのですが、今これだからこの口座には300万円ぐらい入ってるんですよね。でここに時価総額は324万ってなってますけど、これね、これ GMO クリック証券の CFD とか FX の口座で、ここに今300万円ぐらい入れて始めて、でいろいろやって25万円ぐらい、まあ言いましたよね、25万円ぐらい儲かったんだよと。でそこまで来てるわけですけど、5月から始めて。まだ25万ぐらいしか儲かってないんですよね。300万の元手で。それで、今、アマゾンを10株、アルファベットを10株買いました。で、まだ今、アメリカ始まってなくて、これ昨日買ったんですよね。昨日の時間は22時37分だから、何分と8分だから、夜トレが終わってすぐぐらいに買ったんですよ。で、今、ロスカットレートを140まで落としていて、もともとは160だったんですけど、それで、アマゾンの方が775円のプラスで、で、アルファベットとアマゾン買ったんだけど、アルファベットの方が1040円、じゃないや、1653円のマイナスです。で、証拠金がね、まあ30万円ぐらい、日本円で30万円ぐらいの買いなんだけど、ロスカットレートを下げるとね、証拠金が上がって10万円ぐらいになるんだよね。で、こっちは株価ちょっと安いからか？そう。だから、これは9万円ぐらい、8万7千円ぐらいなんですけど、だから、レバレッジ5倍って言っても、30万円のアメリカ株を買うのに、6万円で済むはずなんじゃないか。本当はね、6万円で済むはずなんだけど、ロスカットレートが高いから160円とかね、ロスカットレートっていうのを下げないと、ちょっとした変動でロスカットされちゃうから、これ下げとかなきゃいけないということで、下げたんだよね。もともと160だったの140ドルまで下げたの。そしたら10万円ぐらいずつね、証拠金が必要になってしまったということで。で、今この CFD のこの2つの銘柄の、合計損失が878円ということですね。で、とりあえずだから今日これはかぶちゃんでも言ったんですけど、ちょっと停滞気味の銘柄をね、買ったわけ。高いところにあるアップルとか NVIDIA は高すぎて怖くて買えないから、今ちょっと下げてるやつ、Amazon とかラベッタ下げてたから、それを買ってみた。で、10ロットずつ買ってみて、それはだいたい日本円で30万。で、買った瞬間に、これもかぶちゃんでも言ったんだけど、買った瞬間に800円とか700円ぐらいマイナスがポンって出るんだよ。それはスプレッドって言って買い気配と売り気配の差が、それぐらいの差があって、そこが証券会社の手数料になるんだよね。だから我々が取引をするたびに証券会社にはその差額がチャリンって入るということですけどね。でまあ、ある意味安く仕入れて高く売ってるっていう、こんだけちょっと安く仕入れてその差額分高く売ってるわけよ、証券会社ってね。まあ細かいことはよくわからないけど、まあ、そんなようなことで儲けてる。あとはいろいろ手数料を取っていくので、それで儲けてるわけですけど、まあそんな感じでね、今日まあこれずっと僕見せるわけじゃないでしょ。まだ始まったばかりで始まったばかりで、今5月から始めて、で今6月もう中旬、超えてきてるんだけど、まあ儲からないですね。でこれまあほとんどこの25万儲けた、利益の源泉はニューヨークダウで儲かりましたと。ニューヨークダウが下がったところで買って、で、ちょっと上がったところでいくって、まあ、ちょっと下がったところでまた買って、まあ、ちょっと上がったところでまた売ってっていうのをやって、それで、これだけの利益が出たんですけどね。でほとんどニューヨークダウで儲かった。で、この後アメリカ株をまあ買っていこうということで、まずとりあえず2銘柄30万円ずつ買ったんですけど、ねえ、これから、まだまだだから、こう300万円という口座資金でやるとして、まだまだ買えるんですけどね。まあ、財務省に頼めばもう少し融通してくれるという話はあるんだけど、まあ、まあ、はい。そんな感じですね。だから買ってみて手数料がやっぱりかかるなとか、ああごめんなさい手数料がやっぱりこれね、今日のAI 美術館でお見せしようと思っていた写真がいきなり出てしまいました。ちょっとごめんなさい。AI 美術館の写真っていうかイラストがいきなり出てしまいましたけど、そんな感じですね。はい、今日はこれタイトルでアメリカ人風の女性が「えっ!」ってびっくりしてる顔を出してますけどね。買ったのみたいなで、最近ちょっとイラストを入れて楽しんでるんですが、こんな感じでやった。で、やってみて分かったことは、手数料が結構高い、700円ぐらい取られると、10ロットでね。そして、アメリカ株はあんまり動かないから、まあ昨日は停滞っていうのもあったけどね、やっぱりそう簡単、ちょっと長く持っとかないと多分利益出ないし、利幅もちっちゃいんじゃないかなと思うんですよね。まあその代わり、まあ安定度は高い。だけどね、あとはやっぱりロスカットレートを下げると拘束証拠金が結構高くて、まあだからこれだとレバレッジ3倍ぐらいだよね。レバレッジ5倍じゃない、3倍だよ。だから株の信用取引ぐらいの分のレバレッジになってしまう。やると、実際やるとロスカットレートを下げなければいいんだけど、下げるとレバレッジは3倍ぐらいになるということが分かりました。やってみて、でこれね、このまま、まあ、やっていくのか、やっぱりニューヨークダウを主体でやるのか、ちょっと決めかねてます。だけどやってみないと分かんない部分があるから、とりあえずこの Amazon とアルファベット、うちの親玉アルファベットはね、買ってみました。でまあ早々に手放すかもしれないし、しばらく持つかもしれないし、他の銘柄を足してみるかもしれないし、ちょっとまた土日にね、今週は土日は返上で、パソコンの出荷をするんですけど、まあ、出荷しながら、頭の片隅でね、今後のトレードを考えてどうするか決めていこうと思っています。どうしたらいいでしょうねということでやってみたよ。さて、投資の小ネタ、今日、まず歌は「雨が降るから」を歌いましょう。雨降らないけどね。明日降ったっけ今日ちょっと今日外を見る暇はなかった。外の天気を気にする暇もなかった気がするんですけどね。明日から天気悪いんじゃなかったっけ確かね。雨が降るからを歌っていきたいと思います。雨がよく降るね、外に出られないよ、嫌だね、退屈だよね。もしも晴れてたら君と散歩したり買い物に出かけたり楽しく過ごせたはずさ。だけど雨が降るから農作物が育ちダムに水がたまり全てを潤す。そう思ってなんとか我慢するしかないけれど、今年の長雨は気象台始まって以来の記録的なものってお天気お姉さんが言う。ジメジメしとぴちゃんの雨はもう嫌だよ、広がる青空の下君と手をつなぎたいんだ。だけど雨が降るから君の好きな花が咲いてマイナスイオン効果でお花も潤う。てるてる坊主ぶら下げて眠る。明日こそ晴れますように。雨の日はちょっとテンション下がるね。せめて夢の中でお日様に会えますように。ということで雨が降るから歌いました。今日ずっとその新しい曲作っててその曲のテンポに馴染んじゃってるんでなんかちょっと雨が降るからのテンポがすごいゆっくりに感じたんですけどね雨が降るから歌いました。さて進めてまいりましょう。今日は「週刊遅れ日記」歌作り今作っている歌がありましてそれをやっていました。自然にできてしまう歌もあれば頑張って作らないとできない歌があるのですが今作っているのは後者です。ちょっと頑張って作らないとできない歌でした。まあね、歌って結局どういうふうに作るかどういうふうでも作れるんですよね。最後は選択となるわけであと何日か頑張ればできそうですっていうふうにこう書いてたんですけど、本番前に大体できてしまいました。できてしまいましたっていうか作り切ったっていうかね、これでいいかなって感じになりました。でやっぱり途中いろいろ作ってて違和感がある場合があってで違和感がなくなるように少しずつ変えていくわけです。で違和感がなくなってきたところで自分の気持ちがこう歌に入っていくなと思えばそれで完成にしていくんですけどね。で完成しちゃってからもね少し変えることがあって、例えば皆さんお気づきではないとは思うんですが例えば「待って」「やめとけやめとけまだ早いぞ」これね「やめとけまだ早いぞっていうところは前と歌い方変えてるんです。やめとけ、まだ早いぞ、まだ早いぞ、ここはあれ、やめとけ、まだ早い、まだ早い、まだ早いぞ、ここはじっと待つんだ、だったらこれね、いや前と歌い方変えてる、今はちょっと変わっちゃったんだけど、前と歌い方変えてるんですよね、微妙に。でちょっとずつだから歌いながらもね、ちょっとこっそりと皆さんに気づかれないようにこっそりと変えてる部分があったりするんだけどね、それはだけど適当に変えてるんじゃなくて、割と自分としてはやっぱりこっちの方がいいっていうね歌い方がありまして、まあこだわるんだよそれでそれをこだわって、常に考えながら歌っていて、でこれはこっちにした方がいいかなと思うとそっちにするんですよね。でこっそりとこっそりとやるわけ。多分誰も気づいてないだろうな、うっしーしーと思いながらね、そんな感じで今の「待って」のね、その今の部分も前歌ってた時と今歌ってる時を聴き比べてもらうと分かりますけど、違ってます。あこれね違ってます。あれ今ずっとエコーかかってたちょっと待って、どっからエコーかかってたんだろう。エコーのかけっぱなしに気をつけてください。はい、今やめとけ、待って歌う時にかけたのかな。これエコーのかけっぱなしがすごくねミスとしては多いんだよね。しょうがないね、もうしょうがないたまにエコーかけっぱなしで喋ってる時はしょうがないもん、うん僕はエコーかけっぱなしで喋ったらちょっとつついてください皆さん。おいエコーかかってるよ、ついてくださいさて、マルチモニターのトレーディングシステムですが、昨日夜トレが終わった後にちょっと実験をしておりまして、ノートにモニターをつないでみましたところがなんと、これやってみたら初めてなんだよね。1台しか今までつないだことがなくて、1台がつながることは分かっていました。だからこういうねシステムは作れると。ただこれやった時に前話しましたよね、これね。こっちが1920の1080 でこっちが3440の1440なんだけど、まあ、この今のねヒューレット・パッカードの PC からだと横幅3440までは出せなくて、2560の1440ってこれぐらいまでの解像度しか出せないんだよね。で今そのこれぐらいのモニターを注文しているんですけど、今日来るかなと思ったら、出る前頼んだら翌日来たから、今日来るかなと思ったら来なかったんだけど、これぐらいのモニターがねあるんですよ。それを今度つないでみますけどね。でこうやって2台つなぐことはまあできるということは知ってました。今回試しに3台つないでみたのです。そしたらですね、3台つながるわけですよ。これだけどフライビジョンだけどね。だから1920の1080であれば3台つながるんだよ。こうなるとこれとこれとこれ 3つの画面が使えるんで、まあかぶちゃんでも言ったけど、ここででっかくチャート力学を出して、でここで YouTube 出して、でここで、注文画面とか、ウェブページを半分半分ぐらいに使って出してっていうような操作ができる。これモニターが一面だとさ、チャート力学出して YouTube も見てで注文も出してってできないじゃん。で3面あると、ここでずっとこう、ここにチャート力学出して、ここでチャートをちゃんと見ながら、でこっちでは、例えばマーケットスピードを出して、気配値を見る。でここでちょっとウェブページでニュースをチェックする。でここでは、YouTube を見ながら、注文する時にはこの画面を使うとかいうことができるわけですよ。そりゃ便利ですよ。昔僕もねパソコンっていうのを使い始めた時に、こういうマルチモニターってのはできるって知らなかったんだよね。知らなかったから、で知らなくて、やり始めたらすごい便利で、今4面使ってますけどね。で、こんな感じでね、全部で3面のモニターが使えるってことが昨日分かりました。やったことがなかったんだよね。で、1個だけはつないでました、いつも。で、1個つながることは知ってたけど、僕はなんとなくね、ノートだから2つは無理だろうと思ったんですよ。3面は無理だろうと思って、2面が限度だろうと思ってたんで、固定観念でやってみたことなかったしね、やる必要性もなかったから、自分の関係はマルチモニターの関係すでにあったから、まあ、静岡行く時にノート PC 持っていくんだよね。でそれは向こうで、やっぱりモニター一面だと不便だから向こうに1台モニター置いておいて、で2面で使ってはいましたけど3面までいらないしお休みで行ってるわけだから。で、その時に3面はやってみたことなかったんですけどね。でこれができるんだよね。でこれがだからまあどうかな、2万円ぐらい、2万円じゃ無理だ、3万ぐらいか、3万円ぐらいあれば、この2面のモニターいろいろあるんでね、まあどんなモニターでもいいんですよ。いいんだけど、まあ僕が勧めるのはね、デルのモニターが結構品質がいいのでね。で僕の勧めるモニターと、まあモニターをマルチにするときって、これね、ただ繋いだだけでは実はマルチで映らないんですよ。とかね、最初繋いでも結構モニターが映らなかったりするんですよ。で、それの、サポートを、やりますよっていうサポート、をつけて、モニターを、今サポート料金いくらにするかちょっと考えてるんですけど、モニターを、販売しようかなと思っているわけですけどね。まあ大体3万円か3万5千円とか、そんな感じでこの2枚が買えて、で、3面の環境ができる。で、ここにあるスピーカー、これもかみちゃんでも言ったんだけど、これオーディオテクニカのスピーカーで3000円ぐらいだと思ったんですけどね、これね、ここに、このイヤホンジャックのとこに挿して、で、USB で給電するんですけど、それで、まあ最初バカにしてまして、こんなもん大した音しねえだろうと思って、それで、YouTube でちょっと音楽聴いてみた。バカ野郎って感じ。いい音がしやがってさ。結構いい音がするんですよ。この、3000のスピーカーがさ。じゃあ僕は、大体スピーカーシステムには、最低で8万ぐらいは、8万から10万かけるわけだよね。でもちろん、このスピーカーシステムだと、重低音は出ません。ドゥン、ドゥン、ドゥンっていうね。重低音は出ません。重低音は出ませんけど、いい音なんだよ、結構。音楽聴くにはいいんじゃないですかね。で、YouTube もクリアに聴けるっていうね。オーディオテクニカの、パソコンスピーカー。これは、ちょっと検索すれば、今日、品番出してないけど、検索すれば出てくると思うから、また紹介しますけどね、この品番だよって。いいものは皆さんに紹介してさ、これは自分で買ってもらえればいいので、自分で買ってください。3000円ぐらいだと思いました、確か。いろいろあるけどね、なんとなく僕ね、このオーディオテクニカのこのスピーカーがね、いい音する気がしたの。デザインに現れるんだよね、音って。で、このスピーカーがね、結構かっこいいんですよ。見た目高級感があって。3000円ぐらいだと思ったんですけど、違ったかな？桁間違えて3万円だったかもしれない。違う？違うと思う。3000円ぐらいだと思う。で、でも桁間違えて3万円はしてないと思うけどね。あ、この音ね。だけど、3万円の音ではないけど、でもいい音でした。YouTube とか聞くにはバッチリで、音量もしっかり出るし、まあ問題ないね、これ。っていうスピーカーも発見ということでね。こんな感じで、トレーディングシステムを構築すれば、まあ、一つ解決だよね。解決方法としてね。で、今日ね、やっと、デスクトップ PC が来ました。注文した覚えのないデスクトップ PC も、送られてきました。なんでやねん。注文した覚えのないデスクトップ PC も届きましたんで、再生パソコンの業者さんからね。だから明日、まあ、出荷作業ありますけど、その合間にまた実験もやって、何面つながるかとか、どれぐらいの解像度までつながるかとかやって、で、まあ、実験最終段階でね。で、今、これに、告知もうすぐって書いてあるけど、まあ、デスクトップ PC に複数モニターつないで、チャート力学など快適に使えるトレーディングシステムをまあ販売しますということで、まあ、それをやろうかなと思ってます。まあこれは多分ね、まあ販売してて分かるんだけど、デスクトップ PC の需要はほとんどないんだよね。なんか知らんけど。で、だからデスクトップの方が性能いいんだよ。で、より高解像度のモニターにもたくさんつなげれるんですけどね。で、値段はまああんまり変わらないですね。中古の場合はね。だけど、まあそんな感じで、そういうのをやれば非常に、快適にトレードができるので YouTube も快適に見れるので、そういうのをお勧めしていこうと思っています。まあなかなかね、ある程度基本的な知識がパソコンとかこういった周辺機器とかスピーカーの知識とかないとなかなか選びにくいんで、それはまあ僕は音楽やってるし PC やってるしで、まあある程度普通よりは少し知ってるかなっていうところなんで、それを皆様におすそ分けして、みんなで快適なパソコン環境を作っていきましょうということでね。この後だからデスクトップ使って4面のね、モニターのシステムとか4面のシステムとかちょっとやってみるね。もうすぐ完成です。だから、それで欲しいっていうんでお待たせしている方もね何名かいらっしゃるんですけど、もうちょいで完成するんでもうちょっと待ってください。まあこれでも結構最速でやってるんですよ。で今日の、AI 美術館ですけど、さっきちらっと出ましたがマルチモニター環境っていうのをテーマに AI 美術館ね、ちょっと、こんな絵を、描いてもらいましたよ。これね、これ描いてもらいました。あ、僕も消そうかね。 AI 美術館僕も消える。はい。マルチモニターの前でトレードする女性ということでちょっと個性的な女性を描いてもらいましたが、でなんだよ女性ばっかりかよって思っていらっしゃる女性の方、お待たせしました。イケメン出しますから、今からねイケメン出すよ。はい、これどうですかイケメン男性もねちょっとやってみようということで、男性のね、こういったちょっと全画面にしました。男性の、このかっこいいね、マルチモニターを前に、どこ見てんだろうみたいなどこ見てんお前モニターに集中しろよみたいな、どこ見てんだみたいなね。でこれ AI が作った絵ってやっぱりどっか変で、例えばねこれで言うとね どこが変か皆さん分かります？ねどこが変か2箇所ぐらい変なところがあるんですけど、まず、どこが変か1、このイケメンの男の人の指が6本ありますよこれ指6本ない？これ 1,2,3,4,5 ほらここにも指あるじゃん。ないこれ指6本あるじゃん待ってよこれなんで指が6本あるんだよ。こう 1,2,3,4,5 ってあってここになんか指っぽいのがあるじゃない、もう1本だから変だよねこれ指が。こういうことがね、よくあるんだよね。だ手がないとか、こうやって指が6本あるとかいうことがよくあって、なんともね、もうちょいなんとかならんのかと思うんですけどね。あとはここ、これマウスはわかるんだけど、これ何これ何これ。これ何、わけのわからないものがある。これペン、ノートはわかるけど、これタブレットかな。で、これキーボードはわかるけど、で、ここにもう1個マウスがあるじゃん。で、なんかマウスがなんで2個もあるんだよとか。で、これ何っていう、このマウスの左側にあるこれ何っていうね、そういうのがあるけどね。だからちょっとどっかおかしいんだよね。こっちはどうかな、こっちはねそんなにおかしいところはないような気がするけどね。うん、こっちはそんなにおかしくないと思う。これ大丈夫じゃないかな。うん、この絵は大丈夫だと思います。この絵はねまあまあ大丈夫じゃない、いいと思う、いいと思う、これは。まあ、あとね、なんかね、モニターの裏側にね、なんか画面が何か映ってたりとかするんだけどね。これ僕もね、これもね、これ、最初出した時ね、おう、イケメンやんと思って、あ、かっこいい、出てきたわと思って、これマルチモニターのイメージで使おうかなと思ったんだけど、左手が指が6本あるから、あ、指が6本現象ってね、よくあるんですよ。AI の絵を。書かした時にね指6本現象よくあるって僕初めてじゃないですよ。まあこんな感じでね、こう視線の先にあるのは何みたいなね、むどこを見ているまあいいけどね。はい、ということでモニターもうものすごいあるよね。6面モニターね、あれこのモニターなんか宙に浮いてないここアームついてるかな、このモニターなんか宙に浮いてる気がするぞね。でアームがついてるんだったら台いらんやろで、台があるんだったらここつながってなきゃおかしいじゃないよ。で、こうモニターがチブに浮いてるよ、これ。だってそうよ。これ後ろここ透けて見えるもんね。だから、またもう一個見つけましたね。モニターが宙に浮いている。無重力状態で、モニター、左側のこのモニターが宙に浮いている。ね。あとまだ何かあるかな、こんなもんですよ。はい。はい、これぐらいにしておきましょう。楽しいね。楽しい。ということで、マルチモニターの実験を今やっておりますということでね。お便り紹介コーナーです。応援しています。バクトさんからいただきました。バクトさん。バクトってどういう意味っていうんで、AI に聞いてみました。バクトという言葉は、バクトと読みます。意味は、賭博を専業とするもの、つまりギャンブラーですと。歴史的には江戸時代には、賭博者の集団であるバクトが多数生まれ、特定の組織や団体を形成していました。本当かよ。現代ではこの言葉は主に歴史的な文脈や、ギャンブルに関する話題で使われることがあります。というふうに書いてますけどね。ということで、バクトさんからいただきました。ラジオジ様、ラジオジの夜とり歌日記毎日聞いております。2024年6月20日の動画を視聴しながら書いています。動画に歌が入るのはいいですね。ありがとうございます。こちらの動画ない日は朝トレ、夜トレの動画を視聴しています。10年くらい前に先物で痛い目にあってやめていたのですが、ラジオ様の動画がきっかけで FX から始め、今は22オプションにも手を出しております。ミニオプションもあるので、資金的に10万円以下でも手が出るので、目標値は月に資金の 1% 以上の利益を出すことです。456は達成しています。推薦されていた近間さんの、オプション本も2000円台になった時に手に入れて読みました。その前にオプション本は6冊ぐらい持ってました。80時には IFD を使用注文で行っています。縦玉の差し値、利確の差し値、損切りの差し値、上記の差し値が一度にできるので精神的に安心。すでに損切りもあっていますが、少額で済んでいます。まあ本番はこれからだと思っています。ラジオ様が動画アップされていることで私は元気をもらっています。ちなみに私も動画をアップしていますが、最近はどんどん視聴回数が減って、1日経っても1とか3とか、もう少し前は2桁あったのですが、まあいいや。好きでやっているのでと。ですので、こちらは少なくとも1000とか聞くとすごいって、いつも思っています。ラジオ様を応援しております。バクトさんからいただきました。ありがとうございます。最近は怖くて、この、サブチャンネルの再生回数を見れていません。以前は、1万回は、まあ、よく言ってました。よく1万回とか2万回もあったんじゃないか。下手すると、メインチャンネルよりもサブチャンネルの方が再生回数が多いような動画もありましたから。それが今や。それが今や。僕が、やっぱりね、結局はさ、前は朝に1本やって、夜に夜トレやったんだよね。それは見やすいよね。で今は朝に1本やって夕方に1本やってから夜にもう1本出して見ろって言ったって見れるわけねえじゃねえかよっていう話だよね。だからうちの動画って大体登録者さんがご覧いただいてるんで3本は無理だよっていうことでしょ。2本なら見れるけどまだみたいなね。そんな感じだと思います。だから3本見ていただいてる方ありがとうございます。だけど3本見たらもうラジオ親父で1日終わっちゃうと思うんだよね。そんな人生でいいんですかそんな人生でいいんですかと思うんですけどね。ということで、今やってますけど、今一曲今日大体できた、あと夢見るように、石垣、天の桜ぐらいかな。あとはね、まだ他にも何曲かあって、これもちょっと、作った時はね、あんまりいい曲だと思わなかった曲を今何十年も経って歌ってみるとこれはいいかなと思う曲もあるんだよね。で、それはちょっと何曲かそういうのもあるので、それをちょっとほじくり出したりとかしていきたいと思っております。はい。ということで今日はこの辺で終わっていこうかなと思いますけどね。AI 美術館もあれだよね。まあいろいろまだ AI に書いてもらっていっぱいあって、今もうだから最近ね、暇さえあれば AI に描いてもらってるんですよ、絵を。今さえやればっていうか、これが僕の結構娯楽でして、で AI で絵描いてもらって、でおおこんなんできるんやみたいなね、やってますけどね。ツッコミどころ満載だよね。変な絵出てくるからね、時々。でもそれもまた面白いんだよね。なんじゃこれみたいな。それ、あ、そうだ、AI の美術館のなんじゃこれ集やろうか。やろうやろう。次の動画ぐらいで、なんじゃこれ AI 美術館。なんじゃこれ。なんじゃこれってなるんだよね。これ何っていうね、変な絵が出てくるんだよ。で、それをちょっと、この後、また公開していこうと思います。ちょっと狂ってるかな。よいしょ。ちょっとチューニングさせてもらっていいですか。低くないこれ。はい。絶対音感がないもので。バイオリンの人がすごいね。バイオリンの人とかさ、ものすごいね、絶対音感が。で、バイオリンの人 440Hz でラの音を取るか 442Hz でラの音を取るかの微妙な 2Hz の違いが体で分かる。分かるわけないな。僕らは絶対音感がないからね。絶対音感、本当の絶対音感のある人ってね、もうすごいよ。そういう音感の人がね、オーケストラとかやってるんで。ほんじゃ歌います。大丈夫かな。よし、いけそう。僕の大好きな C メジャー7、僕の大好きな C9 僕の大好きな B マイナー7、僕の大好きな Am7、 こういった、コードが使われています。知らんわ。知らんわ。二人言葉不意に途切れたままで、わけもなく黙り続けていれば、高層ビル最上階のビル、君の揺れている瞳、振り返れば優しい日々、君の笑顔、とてもやりきれない、そんな顔をしないで悲しくなるから、一人きりにしないよ、ずっと君のそばに違った言葉の隙間さえも埋められず、ただうつむいていれば、夜の街に人も途切れて、二人見つめてる瞳、揺いで虚しくなるから」「一人きりにしないよ」「ずっと僕を信じていて」「そんな顔をしないで悲しくなるから」「一人きりにしないよ」「ずっと君のそばにいるよ」「ずっと君のそばにいるよ」はい、君のそばにを歌いました。いつも歌った後に自己採点をしてますが、やめることにしましたいや、してるんだけど、いつも歌った後に自己採点して音程がとかなんかぐちゃぐちゃ言ってるじゃないですか。あれは見苦しいという意見をちょっといただきまして、見苦しいっていうかいらんっていういらんっていう意見をいただきまして、確かに、いらないんだろうなと思って、やめることにしました。はい。ということでね、歌ったよ。言って、ウキが、よし、今日は歌った。あー、気持ちよかった。気持ちよく歌わせてもらいました。もう声カレッカレ。ということでね、いろいろ見てまいりましたが、ね、終わりです。明日は土曜日、日曜日ね、明日から土曜日、日曜日、皆さんはどんな予定があるんでしょうかね。はい。私は、PC のセッティングと出荷です。頑張れ。はい。頑張ります。ということで、いろいろお届けしてまいりました、ラジオ1の夜トレ歌日記ですが、この辺でお別れしたいと思います。また来週お会いしましょう。ちょっと今ね、歌った後って結構放心状態になるんだよ。ね、また来週お会いしましょう。では皆様良い週末をお過ごしくださいね。ラジオエイジでした。